それではただまに本日の第11試合ライスデッドオーライブ2021アンダー53キロトーナメント1回戦3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コー167センチ、 52.9 キロチームてっぺん所属、ライズスーパーフライ級5位、ハングリーピストルカザネ。失うものはない、トーナメントをかき回すかカザネ。赤子165センチ、 53キロ、伊原郎上司、WKBA 世界バント級王者、第5代新日本キックボクシング協会フライ級王者、強力のツイント、エアカムゼキ。今日7月18日は特別な日です。エバタムツキ、その日に初めてライズのリングに上がりました。ライズワールドシリーズ2021、さあデッドアライブ53キロトーナメント1回戦2試合目を迎えました。2人が拳を合わせます。左が風根、そして右が江畑です。さあ那須川さん、はい、同門の風根が登場ということになりました。そうですね、本当風根、まあ、同じジムなんで風根って呼ばせてもらうんですけど、はい、まあ、風根は本当今回対策のために、父親、僕の父親、はい、てっぺんジムの父親にとマンツーマントレーニングをほぼ毎日して対策を練ってたので、はい、こう作戦はあると思いますね、うん、そうですか。一方江畑選手も本当実力ある選手なので、やっと出てきたかっていう、うんうん、感じの選手なので、そこはどういうぶつかるか楽しみですね、はい、ライト初参戦となります。さあ試合開始です。赤いトランクスが江畑睦月、そして黒いトランクスが風根です。46戦のキャリアを持っています新日本キックのチャンピオンがやってきました。まあ本当にベイノワさん、はい、この江畑に対する期待というのが大きくて、優勝候補に挙げる人も多いですよね。そうですね、優勝候補の一人ですよね、完全に実績から見ても、はい、ただ対してのこの怒りの風根にちょっと期待したいのはありますよね。本当今回のトーナメント、ね、風根だけベルトがないっていうのもあって、で、はい、失うものが本当にないので、だから逆にやりやすいかなっていうふうに思いますね。まあ、リラックスして戦いますかね。ちょっといいですね、腹くくってる感じありますよね、はい、そうですね。さあ前に出てきます風根、ね、風根のプレッシャー、だ風根はもうどん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 前に出てプレッシャーをかけていく、それがいいかなと思います、ね、あれが勝つ鍵ですよね。今日は地元関西での試合です。さあローキックの打ち合いになります。組肘膝のないルールなので、はい、また選手は普段そっちのルールでやることが多いので、やっぱり速いテンポのパンチで詰められた時がどうかなっていうのが、そうですね、江畑選手は本当全体的にもう何でも強いんですけど、はい、まあ構えのバランスがすごいいいので、はい、風根選手が中入った時にどういうふうに対応するかっていうのが、うん、ボクシングの距離に入ってる、ね、そうですそうですそうです、うん、その距離でなかなかやってるところを相葉選手見たことないので、はい、風根がどんどん前に詰めてどんどんどういけるかっていうところが見ものかなと思いますね。まあそのバランスを崩すことができるか、右、江畑の右です。詰めた時はパンチ結構ヒットしてるかなって思うんですけどね。そうですね、近い距離だと風根の方がちょっと有利な部分があるかなって。で、江畑選手は蹴りの距離、はい、うん、は江畑選手の方が有利なのかなと思うんですけ ど、 なるほど、パンチの数はね、風根選手は風根の方が全然当たってるんで、残りが1分を切ります。第1ラウンド入りたいですよね。蹴りの距離のパンチでもちょっと江畑選手がうまいかなっていう感じがある、ね、はい、右、そしてコンビネーション、だから距離を、ね、測らせる前にもう風根の場合はどん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 前に出て、はい、打っていっていきたいですね。左フック、いい攻防してますね、そして左ミドル、あのミドルがちょっとどうなるかですね、はい、うん、左ミドルを続けて蹴りました、ボディストレート、そして右で返しました。いやー、那須川さん、はい、反応が早いですね。反応早いですね、風根がなかなか左ミドルはカットしないので、はい、そこがどうなのかなっていうのはありますね。まあ、1ラウンドは大丈夫ですけど、はい、2、3で2つ効くのかなと。でもどん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 風根前に出てってるので、そこになかなか江畑選手反応できてないのかなと思います、はい、
残る時間がほとんどありません。あ、左ミドルやっぱり続けて蹴ります。でも全く物おじしてないですよ、風間選手。そうですね、ワンツースリーと出しました。今のコング第1ラウンドが終了。さあ、第1ラウンドが終了いたしました、はい、1ラウンドの印象としては那須川さんいかがですか。そうですね、パンチの手数は風間の方が全然こう当ててたかなっていうのはありますし、はい、あの蹴りのコンビはやっぱりこう江端選手の方が上だったかなっていうのはあるので、そこでお互いどう修正していくか、はい、で後半になるとちょっと江端選手のパンチが当たってきたので、はい、それが2、3どういう風に響くかなっていうのはありますね。ベイノワさんいかがですか。まあ、ローキックとミドルキック、あの江端選手のがコツコツ当たってるのが後半どう響いてくるのかなっていうのが気になるところなんですけど、はい、まあ、逆にその蹴りのタイミングに合わせて風間選手がパンチで飛び込めたら、はい、そこにも逆にチャンスがあるのかなっていうふうに思うので、まあ、那須川さんも、はい、この風間には策を授けたというふうに聞いておりますけども。そうですね、うん、まあ、僕っていうよりかは本当あのうちの会長が、はあ、はい、マンツーマンでやってたので、はい、そこが出るんじゃないかなと。さあ、それでは第2ラウンドの始まりです。ローから入ってきました、江端、うん、赤いトランクス蹴ってきてますね、うん、このふくらはぎの外側蹴ってきます。あ、そして出てきましたね、風間の蹴りも走っています。うん、あの、ま、パンチに前出てきたタイミングでロー合わされると結構効きやすいので、はい、足が、ちょっと後半あの心配ではありますよね。フェイントを使いながら蹴り分けますね、お互い蹴りを使っています。あのローキック結構エヴァ選手強いんですよね。体重乗せて蹴って、右ストレート、今パンチ入った、右に圧当てました。エヴァ選手タイミング合いましたね。ストレートあんま反応できてない感じしますね。2圧もらいましたね、うん、少し後ろに下がるエヴァタ。エヴァ選手はやっぱ蹴ってきたですね、まだまだ、まだまだ蹴ってきたですね。そうですね、はい、でも2位の終盤になるともうそこでポイント取らないとやっぱ次のラウンドに響くので、江端選手もどん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 こうもっとパンチも打っていってもいいのかなとも思います、はい、うん、3ラウンドですからね、はい、うん、1ラウンドのポイント差がもう相当大きいので。そうですね、まあ、これがライズのルールです。そうですね、江端選手はこう遠い距離の攻防がすごい得意なのでもっと遠いところからパンチ打ってた方がいいかなと思います。なるほど、ただの場合はもう今のままどん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 前に出て距離を詰めてくる、はい、うん、それしかないかなと。そして手数を出していくと、あ、でもミドルキックがちょっと響いてくるかもしれないですね。ライズルールに関しては弟のルイとここ2年、まあ、やってきたというふうに語っていました江端です、はい、まあ、でも完全に対応してますよね。してますね、はい、まあ、この辺はベイノワさんさすがですよね。いや、さすがですね、昨年の9月には、まあ、ライジンのリングでのライズで活躍しているラスタから勝利を収めています。そうですね、完勝でしたもんね、はい、まあ、ですからあの勝ちを見て優勝候補に挙げる人も多い江端です。風間の場合はそうですね、上の攻撃もいいんですけど上下上下どっとも分けるともっと入っていくかなと思いますね、はい、ボディも混ぜてきます風間。残りが1分切りました。第2ラウンド、いやでもあの右ローは効きますね、嫌ですね。そうですね、でも風間は効いてる素振り見せてないんで、はい、そうですね、本当にはなってないのかな。パンチ、パンチ、パンチの距離、風間のパンチ、ボディ、そうですね、ボディがいい感じ入ってるんで、はい、また右ストレート、どんどん詰めるしかないかな、はい、那須川さん、この風間の右が結構当たってますよね。当たってますね、うん、一気に前出てきましたね、はい、そうですね、あのいいですね、詰めて、はい、プッシュして、今度はまたパンチ出してっていう、江端選手、結構前の手から出すあの傾向あるので、はい、でもその前の手をかいくぐってのオーバーが結構入ってますね、やっぱ基本なのでジャブ、ジャブ、ジャブって攻めるんで、はい、そこをかいくぐりながら打ってるって感じですかね。それでうまく当たってるわけですか。ちょっと今後半詰められて蹴り忘れてる感じがあるので。そうですね、少しパンチに偏っています。した方がいいと思いますね、そのローを効かせて勝つとかじゃなくてそっちに意識を生かした方が、はい、ここでここでライトラウンドが終了。ともに両手を突き上げました。手応えを感じてるでしょうか。しかし風間リラックスした表情です。
まあ、那須川さん、表情を見てどうですか、風音は。そうですね、表情を見て、だいぶ本当自分の持てるべきことを最大限にやってるなっていうふうに思いますね。はい、今田選手の方が若干、あれ、こんなはずじゃないって思ってるのかなっていうふうに思ってますね。どっちかというと、やっぱ乗ってきたのが風音選手って感じですよね、ここに。このように見えますね。そうですね、だからこのランドは、蹴りを取るかパンチを取るかでちょっと印象変わると思うんですけど、パンチを取るんだったら風音の方がポイントになるのかなと思いますし、まあ、蹴りを取るんだったら前原選手なのかなと思うので、そうですね、そんな差はないと思うんですけど、差はないですけど、気持ち的には風音選手がちょっと持ってるのかなって感じがしますけどね。どうですかね、まあ、オスですね、オスです、オス、まあ、その辺は推し量ってください。さあ、そして最後のラウンドです。このラウンドで結構決まりますね。そうですよね、印象も。これが最後のラウンドです。那須川さん、ちょっと江端がね、蹴りが少なくなってるのが心配なところではありますよね。そうですね、なんでパンチでちょっとポイント取ろうっていう風に思ってると思うんで、はい、その部分をミドル、はい、うん、もっと蹴って蹴って、蹴りが入るからこそパンチも入るんで、風音はパンチでいきます。おー、ジャブ、そして右詰めてきた。この右がよく当たっています、風音。ちょっといけるなっていう、はい、結構自信になったんじゃないですか、風音選手。でも、はい、そこで雑になるとちょっともらってしまうので、カウンター上手いですからね。そう、1ラウンド、2ラウンド目の中に入った時の冷静さでいってほしいなと思いますね。ここは落ち着いていきたい、落ち着いて攻めたい風音。江端選手はそのテンポのまま蹴りたいですね、やっぱ。そうですね、で蹴りのフォーカスは江端選手が合ってるんですけど、はい、パンチのフォーカスは風音の方が合ってるんで、江端選手はもっとショートのパンチとか打っていくとどんどん当たるかなと思いますし、風音の場合はもう今の距離、はい、ガンガンガン蹴らせないように前を作らずに前に出ていくしかないかなと思います。うん、距離を作って蹴りたい江端。ミドル、ミドルは当たってはいます、当たってはいます、ね、はい、ベンガさん、もっともっと蹴りたいですか。例えばミドル単発でやっぱり3ラウンドで効かすっていうの難しいと思うんで、はい、そうですね、もうここで、ね、蹴りで効かすっていうのはなかなか本当難しいので、はい、そうですね、蹴るんだったら上蹴るとか。でも江端選手ね、こう1、2ってかけて、はい、ハイキックまで一発も蹴ってないんで、蹴ってないですね、そこで伏線で最終的にハイを蹴るのかどうかっていうところも注目なんですけど。なるほど、右出します、エバタの右。本当そうですね、ハイとパンチ当てるためにも蹴っていきたいですね、はい、先ほどはマンドコロが卵を破りました。何が起こるか分からないトーナメント、残り時間が少なくなってくる。おお、今の印象いいですね。バラーこれですよね。印象いいですね。那須川さん、試合の序盤からかなり風音の右が当たっています。はい、このあたりかなり練習積んできたんでしょうか。そうですね、結構この距離での練習をしてたので、はい、エヴァ選手が多分嫌な距離なんでしょうね。あ、練習の成果が出ているようです。風音、残りが1分切りました。エヴァ左フック、ちょっと当たらない、力入ってますね、はい、そうですね、この距離でどん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 風音が前に出ていければ、はい、うん、取れますね。さあ、残り時間がどんどん少なくなってくる。蹴ってパンチの方がいいと思いますよね。江端選手ミドルが入ってるんで、この軌道で入って蹴ったら入りそうな気がする。左ミドルいいんですけどね。左ミドルは当たっています。効いてるかって言ってたら多分そこまで効いてるかはないと思います。あ、右、また風音で右。さあ、どうだ、まだ何か隠し持ってるか、エバタ。残り時間が少ない、何が起こるか分からないトーナメント。ラスト10秒、チャンピオンの経験がない風音。さあ、どうだ、陸上が新日本結果のまさかエバタ、叫んだ、プラスのか、どうだ、試合終了、勝負は判定決着。いやー、どうですかね。どうだ、どうだ、まあ、ポイント差そうですね、ドローもありえますし、かなっていう気もするんですけどね、うん、しかも取りようによってはどっちに入る可能性もあるかなって感じがするんで、そうですね、3ラウンド、那須川さんの見解はどうですか。これ、ま、ドローか、はい、風音かなと思いますね、うん、そうですか、うん、ベイナー選手はどっちですか。僕、ドローか、まあ、風音選手かなって思いますよ。いやいやいや、そこはオスでしょ、そこはオスじゃない、そこオスです、ね、ちゃんと振ったのに、はい、すいません、遅いです。さあ、それでは見ましょう。29対、あー、蹴り取る、29ドロ ー、 まず1本目はドロー。ジャッジ豊田30対、29青風音、風音、風音に1本来ました。ジャッジ小川
30対30。なるほど、延長差がつきません。延長に突入です。いや面白い、面白い、めちゃくちゃ面白い、これは面白いぞ。ジャッジ採点は30対4で30対29が1人勝って30対29で完全に1人つけました。めちゃくちゃ面白いですねこれ。これは何があるかわからないですね。エバタ選手はどういう戦い方するかですよね。そうですね、そうですね。アザネ選手はもうガッと出てくると思うんですよ、はい、いやどうですかね。延長は1ラウンド用意されています。エクストラロー、はい、さあそれでは延長戦突入。おお、打ち合ってくるか。アザネは那須川さん、これまで通りでよろしいですかね。そうそう、はい、いいですね。でもエバタ選手もパンチ振ってきたので、はい、振ってきましたね。そこでどうなるかですかね。レバ選手の左目のがこうなると、はい、うん、延長なので効いてくるのかなと思います。あ、右、今のワンツー早いですね、はい、そうですね、この距離のワンツーはレバ選手も早い、うんうん、もうああいう1個は結構印象変わりますからね。変わりますね。延長1ラウンドはもうやはり取られるんで、46戦の経験を持っていますエバタムツキ、経験の差もあるかもしれないですけど、はい、左ミドル、ここはもう風選手でぐちゃぐちゃにしたいですよね。そうですね、本当にスクランブルに持っていきたい風で左ミドル。でもなんかエバタ選手パンチがちょっと見えてきた感ありますね。そうですか、うん、ジャブでこう抑えるようになってきたので、はい、やはりこの時間が経つにつれ少しずつこう慣れてきたところもあるでしょう、はい、そうですね、パンチの距離もずっとステップ踏んで動いてるんで、はい、そうですね、パンチで勝負する江端、あ、右、江端の右、うん、もこれも、はい、当てて顎とか上げた方のちょっと、そうですね、そっちに入るなっていう感じですね。わずか3分しかありません。延長ラウンド、さあ距離が縮まる、距離が縮まる、パンチの距離だ、パンチの距離、おーとロー出しました相方、出てきます風根、風根距離を潰す。ここでお互い、ね、大きい蹴りとか入れば、はい、ちょっとまた変わると思うんですけど、近い距離の、あーミドル、印象はいいですね、はい、何か、おー右、風根右、何か大きな攻撃が欲しい、いや、ちょっとでも難しい、難しい、難しい、めちゃくちゃ難しい、ここまで、うん、残りがもうすぐ1分を切ろうとしています。いよいよ最後の勝負、1分、いや本当に1分でしょうね、はい、この1分でどうかですね。エバ選手は上蹴りたいですね、はい、まだハイキックは今日出していません。はい、蹴ったりとか顔面膝とか、はい、こういう時に顔面膝とかとまた変わるんですね。印象付けたい、印象付ける攻撃は出るか、明確な差をつけたい両者、左、右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 、風根もパンチ当てる、左、そして右、いや難しい、いやでも30秒、そしてエバトも狙います。エバトもパンチで勝負、残りが30秒切ります。いや那須川さんどうですか。いやもう本当なんですかね、審判の好みもあると思います、ね、ああ、ごめんなさい、いやでもここの印象でかいですよ。でもこの印象はいいと思います、はい、これラストの印象相当でかいんで、そうですね、エバ選手近い距離アッパーだったり、今度はワンツーエバター、ここもう一バタでしたいですね。お互い差をつけられるか、ここで変わる、ここで変わる、ここでミドル、エバターここでミドル、おお、エバタのミドル、風根の右ストレート、これわかんないですね。これはもう本当に際どい勝負でしたが、お二方に聞いてみましょう。那須川さんどうですか。そうですね、中でのエバタ選手の蹴りとか、はい、すごいこういいの入ってたんで、どうかわからないですけど、でも近い距離での印象は、ね、風根の方があったので、もう本当、審判泣かせですよこれは。ベイナーさんどうでしょう。いやーもうナステン君の言う通りですよね。もう完全に完全にオスです。いやでもこれ本当わかんないですよ、はい、いや本当わかんない。それでは見ましょう。10対9、エバタにつきます。蹴りか、うん、いやでも割れるんじゃないですか、うん、10対9、青風根、割れました、割れました。いや割れるわこれは。どっちかしか勝ち上がれないですからね。さあ次で決まります。いやどうなのこれは。次です、10対9、
カザネ、なんとなんとやってのけました。カザネチャンピオン、ベルトを巻いたことのないカザネがなんと新日本キックのチャンピオン、エヴァ・タムツキを下しました。いやすごいわ、キック勝負しましたね。サプライズアップセット、ジャイアントキリング、ちょっとトーナメントえぐいですね、53キロ。いやこれは良かったと思いますよ、これはね、はい、本当にあと一歩、お互いギリギリの試合でしたよ。本当に優劣をつけるのが難しい試合でしたよね。難しかったですね。ただ那須川さん、大仕事を重ねやってのけました。やりましたね、やっぱり前に出続けたっていうのが印象あったと思いますし、もちろん井端選手の、ね、蹴りも非常にこう入ってたんですけど、はい、聞いた素振りも一切見せず前に出続けたってところがやっぱポイントだったのかなと。これはチームてっぺんとしても授けた策がうまく今日はいったということですかね、はい、そうですね。だからこっからが、ね、勝負だと思うので、はい、この4人残ること難しかったですけど、ここで満足ができないと思うので、いや声を聞いてみましょう。今日は地元の、あーやばい、マジでほんまやばい、会長、会長、証明しましたよ。それであのこっちの話なんですけど、もう安全に会長じゃできたから、会長の作り上げできたやつで勝つってずっと約束してたから、もう絶対勝ちたかったし、で死んでもコントロール取りたかったんで、ほんまに応援してくれた、僕を信じて応援してくれた皆さん、ほんまにありがとうございます。ほんまにみんなの力がなかった、俺は勝ててなかった、ほんまにありがとうございます。でいろいろ予想とか、なんか全然しない奴らに予想されて、なんか俺がこの場にいるのおかしいみたいな、見たかったぜ、勝ったよ、吉田の方に勝ったよ、これを見たかったんですよ、ほんまに。すいません、口悪くなっちゃったんですけど、すいません、これだけ言いましょう。でも次、こんなところ全然ここまで1回戦で、次2ヶ月後、横浜で準決勝、決勝があるんですけど、僕アロハトーナメントの中で、友達とかじゃなくて、ほんまに一番強いと思ってるのは、僕は陣なんで、真ん中の陣なんで、ほんまに冗談抜きで、その真ん中の陣と、僕がすごい作品を作り上げる予定なので、僕を信じて、横浜でお会いしましょう。まだまだこんなところは止まりません。ありがとうございました。ありがとうございました。今にも存在な話をお聞きください。カザネの感情が溢れ返っています。しかも地元ですからね、京都からも応援に駆けつけてる人も多かったでしょう。はい、いい勝利ですね。そうですね、いい勝利ですし、もうこんだけこう熱い試合をして、はい、本人すごい感極まってますけど、あと4人いますからね。そうなんですよね、そうなんですよ、そこが大変っていう、ここからこのなんだろう、大変さがさらに分かるというか、この後が大変です。はい、いやでも本当に周りの予想、下馬評を覆したという、ベイノワさん、何かこう快感のようなものをね、いや感じましたよね、カザネの言葉からは。いや格闘技楽しいですね、本当に。いやすごいですわ。いや本当に何が起こるかわからないトーナメントになってまいりました。カザネ延長ラウンドで江畑睦月を下しました。これで1回戦突破です。さあ予測不能の53キロトーナメント、この後は第3試合、高台とそして四郎の戦いをご覧いただきます。よかった、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 よか